シャフハウゼンは、スイスのシャフハウゼン州にある基礎自治体で同州の州都、ドイツ語圏である。かつて日本の有島多郷がこの町を、静寂古賀の町と表現した。騎士の館11世紀に建てられた修道院が町の起源である。13世紀前半、帝国都市としての地位を認められた。町の近郊にラインの滝があって、水路での輸送が一旦困難になるため、 中世よりにあげの町として繁栄した。14世紀前半より100年間ほど、ハプスブルク家の支配下に入ったが、再び独立を回復した。1501年、町はスイス名役社団に加盟し、ハプスブルク家の圧力と対峙した。18世紀末、都市国家としての独立が失われ、完全にスイス連邦に組み込まれることになる。19世紀に入ると、 時計職人のハイン・リヒ・モーザーが水力発電所を建設し、時計製造など工業発展の契機となった。ライン側の北岸に位置するため、第二次世界大戦時にはドイツ領と誤解したアメリカ軍の空爆を受け、多くの被害を受けた。ライン側沿いに位置する。郊外のノイハウゼンにあるライン滝は観光名所としても知られている。近隣の都市としては、 約15キロ東のシュタインアムライン、35キロ南のチューリヒなどが挙げられる。ドイツのバーデンビュルテンベルク州に近く、最も近い場所では、約3キロほどで国境線へと達する。工業が盛んであり、とりわけ著名な老舗時計メーカーである、インターナショナルウォッチカンパニーの所在地として名高い。ありがとうございます。